初月二は、幕末から明治期の本造学者、蘭学者、博物学者、医学者。日本初の理学博士。男爵おしべ、めしべ、花粉という言葉を作ったことでも知られる。終わり国名古屋出身。名は、春民、新民。字は、大高し、啓介。号は錦木伊藤圭介の日、伊藤の業績を称えて、シーボルトラにより混迷された。 日本の植物には有名なものが多い、など。伊藤は植物の学名で命名者を示す場合に伊藤圭介を示すのに使われる。伊藤文庫は伊藤圭介が収集した本像学に関する書籍コレクション。伊藤圭介文庫とも伊藤圭介及びその孫の徳太郎より1944年に国立国会図書館が購入したカールツンベルクの 日本植物史、それをもとに、圭介が表した、大西本蔵名所、森立の、はっとり節祭の、カトリフなど、約2000冊を数える。蔵書には、尾張東藤介の木、91王等の蔵書院が、応印されている。国立国会図書館のほか、名古屋大学図書館、名古屋市東山植物園などに見ることができる。ありがとうございます。